100で出来上がってて、すごくないこれ。4140です。行こう。次は乗ります。ちょうど島上陸。こちらです。おお。俺がこの塩丼とマリンが天ぷらうどん。うどん気持ちいい。こんにちは。今回も引き続き小豆島のところに来てるんですけど、小豆島に来てるんですけど、いや小豆島オリーブ公園に来ました。まあ公園こうやって見てもらったら分かると思うけど、幸せオリーブの葉を探せスタート。ないですね。こんな感じ。いやな、あでもちょっとハートなってる。ちょっとだけ。のギリシャの風車というところに来てるんですけども、この周りからあのオリーブの木やね2000本があるらしいです。そしてなんと瀬戸内海を見渡せる、そっちにな海があるねんけど、でなんとここが映画魔法の宅急便のロケ地ということで、ほうきを借りてきました。これが瀬戸内海を見渡せて、オリーブ2000本に囲まれてギリシャが見えて、ほうきがある。楽しかったね、うん、今から帰りたいねんけど、うん、どんな BGM 流しますか。多分チャンチャチャチャンチャチャンの感じ帰るかな。どんなチャンチャチャチャンチャチャンチャンチャカチャンチャンチャカンチャンチャンチャン。うん、まあそんな感じ。来ました。今は兵庫県の姫路市に来ております。実は僕大阪なんですけど、大阪の友達がなんと姫路に出張しているということで、今日はそこにね泊まらせてもらえることになりましたということで、まあ、充電とかもせなあかん、洗濯もせなあかんしな、お友達の家に泊まりに行きましょう。レッツゴー。900何円かしかないねんけど、 YouTube にも回れたことあるんですけども、紹介します。ボンバーねー。全部奢ってくれるということで、ありがとう。ありがとう。いただきます。ありがとう。はい、明日朝からね、行くんですけども、ちょっと荷物を一つにまとめたいなと思ってな。俺はいつもバックパックと、めっちゃ重たいこのカバン持って、正直肩とかがしんどかったから、もうバックパック1個で行こうと思ってるんやけど、ここでお別れしないといけないものがあるんですけど、いやいつ使うみたいな、初めは思ったよ本当に。でかいだけやった、正直言って。これはでかいだけ。あとこれね、これがあるってことは台湾でわざわざ買って、台湾からわざわざ持ってきてんな。こうやって使えんねん、ここで、こうやって、もやし炒めとかやってな、二人で食べたかって、お別れする、ありがとう。捨てるんじゃなくて、ボンバーに持って帰ってきてもらう。おやすみ。おやすみ。はい、おはようございます。昨日はね、あのままボンバーに泊まることになって、家にいるというなんですけども、今日は編集をちょっとせっかくやっていきたいなと思います。もう編集する時間が全くないからな、でまあ明日の朝出れたらなと思うんで、残りの金額が今873円なんで、まあ今日一日過ごせたらいいかなと思います。
今鹿児島から、まあ、九州四国って行って近畿に入ったんやけど、体の疲れ疲労がすごいやばくて、バリンとかも足とかなんか水ができたり、だからちょっとほんまにやばいなと思ったんで、ちょっとだけもう今日一日この間足休めて編集して出発したいなって思うんで、そこまでもうジャンプしようか。別に編集のとこ別に見たくもないと思うし、まあジャンプしますじゃあまた会いましょう。休憩します。バイバイ。編集してまして、あと一つ投稿することができたので、6時53分ということで、そろそろ出発したいなと思うんですけども、今日の資金を Facebook シェア7、はいはい、ありがとうございます。いいよ、ありがとうございます。イネス14きっとやばいかもなまあでも7、14、21、Twitter のリツイート数12、多くなった。いいね数26、おお、安定。いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。 Facebook ちょっとなんか、中国語分からへんけど、シシェじゃあ合計が59ということで、 VTRどうぞ。資金は毎日投稿しているツイッター、フェイスブックのリツイートといいね数かけるサイコロの出た目です。今日もサイコロ頑張るぞ。はい、ということでいつもはいということで頑張ります。そんなんできるようになったんや。今の合計金額がね1011円なんでね、456まで出たよな。いきます。いくよ。1180円。ちょっとやばいかもしれへん。1180円です。はい、ありがとうございます。今日今から姫路の駅の大通りでヒッチハイクをして、ひたすら北海道に向けて行こう、じゃあ今から多分場面移って姫路の駅でヒッチハイクをこう持ってると思うんで、そこまで行きましょう。今日もレッツゴー。今日もヒッチハイク頑張りましょう。頑張りましょう。今日のヒッチハイク何書いた？今日は神戸方面、神戸方面とできたら今日の目標なんですけど、大阪は京都方面に頑張っていきたいなと思うんですけども、頑張って。やばいやばい、人が全然違う人が全然違うな。場所がある。やばい、みんな10% の人がちょっと見るぐらい。怖。今まで10分やったけど、何時間単位でかかってきそうやな。あとは運やな。ちょっと一回カメラ切ろうか。また見つかり次第頑張ります。はい。ちょっといろいろありまして、姫路駅からあれからどれぐらいやったんやろ。結構長い間ヒッチハイクやってまして。結構急ぎの方がもうそのまま乗せて行ってくれるということで、大阪方面にちょうど行くという男性一人の方がね送ってくれてね、高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、YouTube も紹介したんでね、ちょっと見てくれてると思うんで、ありがとうございます。ってことでね、なんと大阪に大阪に着いちゃった。帰ってきたの。帰ってきたということで。皆さん、日本縦断、応援してくれたみんな、今から家に帰って、ゆっくりします。終わります。終わります。今までありがとうございますじゃあ、また会いましょうちゃうやろってなところなんですけど、まあ、北海道まで目指してね、ここにね、もうアップします。ここに大阪書いてるんです。いやどうですか、大阪は。わー、やっぱり大阪や。なんか大阪やな。とりあえずご飯食べます。バイバイ。1100円。大阪から、大阪から吹田行く。吹田の岸辺というのが岸辺180円、1人、2人は360円です。それ帽子。
そして今は？今はスイタ。スイタ？スイタパ。パーキング。スイタパーキング。うん、ヒッチハイク人多いと言ったから、うん、なんか私たちもここに行きます。行きましょう。歩いて、うん、32分。32分。だからちょっと今から30分間歩いてスイタパーキングに行きましょう。レッツゴー。イエーイ。やばいよ。結構。公園でテント張って寝ます。お願いします。